はい。じゃあ、カメです。今日はですね、週末の特別動画ということで、土曜日にですね、お届けしてるんですが、つい先ほどですね、今朝方ですね、日経新聞からですね、ついにですね、上田総裁がですね、日銀政策決定会合がですね、開かれますよね。18日、19日にですね、そこで17年ぶりのですね、利上げを行うと、19日にですね、決定するんじゃないかということをですね、一応リークをしてきました。なので、それを受けてですね、 今日はですね、特別動画ということで、今後ですね、まあ、日経新聞がですね、えー、打ってきたということはですね、まあ、それなりにですね、週刊文集じゃないですけども、まあ、裏取りをしてると思うんですよね。さすがにこれまでですね、共同通信とか時事通信というですね、まあ、世界にですね、情報を提供しているですね、いわゆる通信社のーリークはですね、とかまあ予測はですね、発表されてきましたので、まあ、メディアのポジショントークという形でですね、私もですね、 皆さんにですねお伝えをしてきたんですすよよね、まあ、こういったた情報が出てますよとただ、いよいよですね、日経記者が裏取りをした上で、ついにですね、上田総裁が19日に利上げを行うんじゃないかと、金融緩和の、まあ、解除ですよね、えー、行き過ぎた、まあ、これをね、やってくるんじゃないかということを、今朝発表したんですよね、記事として。まあ、これはですねかなり 角度が高く、3月中にですね、やれるか、やられる可能性があるんじゃないかなということで、今日はですね、まずはその情報ですね、まあ事実をしっかりと押さえながら、今後どのような形でですね、私たちの生活に上田総裁のですね、ゼロ金利緩和がですね、影響を与えてくるのか、そして皆さんね、やはり気になるのが、これがですね、経済金融、そして株価にですね、どのような影響をもたらすのかと、ここですよね。これについてですね、 今日はあ私なりの、まあ、考えであったりとか、あとはね、やはり、最悪を想定して最善を尽くすというのがですね、株式投資で、えー、送り人になるためのですね、絶対条件なんですよね。これ具体的にどういうことかということを話すと、やはり常に楽観論だけを期待してですね、株式投資を続けてしまうと、どっかでですね、大きく道をね、踏み誤っ,誤った時にですね、まあ、資産を溶かしたりとか、最悪の場合はですね、 退場ささせられるとらに多くの借金を抱える可能性もあります。これはですねフルレバーといって過度にですね信用取引をせる人はですねまたそういった性格の人はですね あまりこう慎重に物事を考えない人っているんですよ。これはいい意味でも悪い意味でもですけどね。私は結構こう見えて、やると決めたらとことん一点集中突破でですね、一日20時間でも結構働けたりとか、物事をリサーチしたりとかね、うん、そう追求できるんですよ。成功に向けてね。ただそこに一点集中すると決めるまでは結構慎重派なんですよね。うん 石橋を叩いて、うん、渡ると。まあ、それでも起業とかしてるので、リスクはね、多めに、うん、まあ、度にいい背負う方ですし、リスク体制も、まあ、B 型双子座なのでね、<laughs> これ関係あるのかと。まあ、僕の中では B 型双子座は最強説を唱えてるんですよね。B 型は最強、さらに双子座、ジェミニ最強ということでね、これが掛け合わさってるので、まあ、史上最強論と僕は、ね、いつも社員とかに言ってます。 <laughs> まあ、社員に言ってもね、みんなキョトンとしてますけども、まあ、それぐらいの性格なので、意外と始めてしまって、自分が腹落ちした分野に関してはね、まあ、そこからですね、逆境であったりとかね、まあ、大きな失敗があったとしても、耐えていけるっていう、そのリスク体制はあります。あるんですが、そこに踏み出すまでは、結構しっかりと熟慮するというのがあります。なので、僕のね、そういった意味では、あ大きな失敗過去にそれほどないです。 やはり僕の財務の目ですね、株式投資、まあ、ビジネスにも通じますけども、何を大事にするしているかというと、それは冒頭で話した最悪を尽くし、最悪を尽くした上で最最悪を知った上で最善を尽くすですね。最悪を想定して最善を尽くすだ。うん、なので、ここまではあるだろうと。最悪ね。ただ、それをおろそかにしないと言うんですかね。その準備はしておく。それは知っておくということですね。まさかこんなことになろうと。かね こんなことが起ころうとはとか、そこまでは想定していなかったみたいなことはなくすってことですね。これを最悪を想定した上です、かつ最善を尽くすから大き,大きな失敗もなくですね、ここまで6億の資産を築いてこれたと思いますし、まあ、同じ期間ですね、会社経営者としてもですね、無借金経営で20年間やってこれたと思うんですよね。これ両方掛け合わせたらね投資家と 会社経営者ですね。まあ、生存率ですよ。20年と20年ですからね。個人事業種含めて会社経営、まあの方もですね。まあ、0.03%ぐらいの生存確率なんじゃないかなと思ってます。特にどっちもね、億を超える年少レベルにしてますからね。と思っていますので、まあ、そんなね、えーまあ、私だから皆さんに伝えられるですね、えー、こともあるんじゃないかなと思いますので、今日は話していきたいと思っておりますので、最後までよろしくお願いします。ということで、ね、もう皆さん、 まあ身構えてると思いますし、ある程度ね、頭の形にはあるんじゃないかなと思いますが、日銀のですね、マイナス金利解除へ17年ぶりですね、利上げを行うと。で、19日に決定するんじゃないかということが、まあ、憶測として、これまでメディアから流されていました。ただ、ね、これもね、えー、冒頭から話してた通り、共同通信とかね、時事通信と。私は PR 会社を経営するのでね、わかるんですが、いわゆる情報を提供する通信メディアですよね。 お金を払ってもらって、朝日新聞とかね、朝日新聞とか、まあ、その、いろんなテレビ局とか、新聞社に、そんな記者がたくさんいるわけじゃないので、そこからですね、情報を仕入れて、記事化をしてもらっていると、させてもらってお金を払ってるみたいな、まあ、そういった通信社がこれまでね、まあ、結構、流せることが多かったですね、こういった情報。ただ、今日朝ですね、まあ、このね、皆さんもご存知な、そして日本を代表する、 あ独立系経済メディアとしてね、一番有名なんですが、日経新聞がですね、ついに日銀マイナス金利解除へと、賃上げ拡大で17年ぶりの利上げというですね、えー、リークをしてきました。これは事前情報ですよね。つまり19日に、まあ、18日かもしれないですけどもお、発表することを事前に予測ではなくて、まあ、日経新聞の記者なので、まあ、裏取りをするとしましょう。 してなかったら、まあ、それは、それは、それで、えってことなんですけどもね、ズコってなっちゃうんですけども、まあ、裏取りもしてると思いますので、おそらく何らか,の,何らかのですね、日銀の関係者とか、まあ、バイオティは上田総裁からね、呼び出されて、ちょっとね、やるつもりなので、えー、流してほしいみたいなことを言われてる可能性もあります。これがリークと言われるものですね。事前に市場と対話するために、一部のメディアにですね、情報を提供すると。なので、まあ、日経新聞がやってきたってことは、3月やる確率がかなり急にですね、 大きく高ままっったかなと思ってます、まあ、90%、僕の肌感的にはまあ85%から90%ぐらいやるのかなっていう形ですね。これ、共同通信がこういったリークをするのと日経新聞がリークをするのとではですね、やっぱり違うんですよね。裏取り共同通信あまりしてない可能性もありますからね。まあ、それに無責任な部分も一部あります。なぜかというと、そのね、もちろんちゃんとやってると思いますよ。ちゃんとやってるんですが、 やはりその上司からね、しっかり裏取ったのかと、責任取れるのかと、ね、いついつまでに、ね、ちゃんと、上田総裁の少なくとも発言は得てこいよみたいなことを、テレビの皆さん見ますよね。ああいったことを、やはり日経新聞とかね、文集とかだったらされてるはずなんですよ。この共同通信とかよりはですよ、もちろんやってると思うんですが、よりその、うん、まあその、裏取りの精度が高いっていうんですかね。だから、まあ、相当日銀からね、はしごを外されない限りは、 あ日経新聞が発表したってことはやってくるんじゃないかなと僕的には思っています。じゃあその時にですねどういった影響があるのかと株価がどのような形でですね最悪な場合は進むのかということもね、えー、この後最後まで、ね、見てもらえたら話していこうと思うんですがまあ、日銀がすっぱ抜いたです日銀じゃない日 日経ですね。日経で言ってました、僕。<laughs> 日経がすっぱ抜いた内容としてはね、えー、これは3月実施でほぼ確定かって今日 X で、ね、投稿したんですが、まあ18日、19日に開くですね、金融政策決定会合でマイナス金利政策をね、解除する見通しになったという内容でしたね。2024年の賃上げ率が5.28%と、33年ぶりのね、高水準でした。まあ実際に満額回答で,ですね、 トヨタとかね、えー、まあ上場企業のですね、財閥系のね、えー、その大手、えー、ナショナルブランドが、ね、してきていますので、まあ、これをもってゼロ金利を解除してもいいだろうという一応お墨付きを得たということになるんですかね、まあ、中小企業はまだね、賃上げに至ってないですけどもで、ね、2%のですね、物価目標を持続的安定的に達成できる環境が整ったのでと。 まあこれをね、受けて決断をするんではないかと。まあかなりフライング的ではありますけどね、2%の物価目標、まだ持続的にいけるかどうか、未知数ですし、るより先ほど何度も話してた通り、上場企業というのはね、4000数社しかないわけですよ。実際にはね、その他の300万社近くの、我々中小企業で、ね、会社のね、えー、社会か、社会とまあ会社全体のですね、歯車としての、うん、まあその雇用とかをね、維持してるわけですよね。まあ このですね、社会と会社のですね、歯車である、中小企業がですね、2%の物価目標とか、賃上げに至ってないのに、それをね、えー、まあ、発表してしまうというのは、いかがなものかなと思って、僕は4月なんじゃないかと思っていたんですが、これはですね、日銀が政策金融決定会合で引き上げるのは、まあ、もうほぼほぼ確定なんじゃないかみたいな、一応論識にはなっていますね。17年ぶりと。で、19日にやると。で、すでにですね、まあ、日銀はですね、えー、ETF ですよね。 の大量購入もやめてるんですよね。だから正常化路線の方、正常化路線の方へに向かってることは間違いないです。日銀とせよね。で、えー、それに合わせてデフレからインフレ、そして株高、物価高、えー、それから賃金アップ、そして不動産のおいわゆる上昇ですよね。不動産価格の上昇と。そしてその先には増税ってことになるんですけども、まあ、これでは増税論はちょっと置いときまして、まあ、正常化に向かってると。 二次金金 ET 法を大量買いするのも、まあ、正常ではないといえば正常ではないので、続いてマイナス金利解除をすると。まあ、いよいよね、これによって日本は大規模緩和からですね、世界標準的なですね、正常化ですね、つまり金利のある世界にですね、踏み出すことになるということになります。うん、で、まあ、これは、ね、僕はまあ、個人的には賛成ですね。反対はしていないです。 一投資家としてもね、一経営者としても、やはり30年間、まあ、長く見積もれば40年間ですよね。うちの親父が生きていてね、ね、えー、上岡マンションっていうのは実は北千住にあるんですよ。上岡マンションを建てた時が、まあ、バブルのピークですからね、そこから40年間デフレをしてきたわけですから。 もうこれ以上デフレを我々は味わうのかということと、デフレの先に出口があるのかと、ないってことに気づき始めてるわけですよね。やはり同じことをやったら同じ再現性が繰り返されるだけなので、これ経営もビジネスもね、政策もですよ。つまり40年間デフレをもう一回続けたところで、株も上がらなければ、若者のね、未来もないし、そして、え、経営も、経済も、金融も良くならないと。だインフレすることは別に僕は、えー、悪ではないと思ってますね。 あとはそれの条件を整えていくことになります。で、日銀のね、マイナス金利解除後のですね、注目、注目すべき点ですね、これは一投資家としてですね、話しますし、あとは僕は PR 会社、つまりメディア側の人間でもあるんですよね。なので、一 PR 会社の経営者としても、おそらくこう動くんじゃないかな、ということを今から話してい,ますいきます。何かというとですね、まずは短期変動金利の動きに注目が集まるだろうと思いますね。やはり、我々の生活に一番密着している 部分がですね、短期変動金利なわけですよ。で、メディアはですね、そのワイドショーであったりとか、報道番組であっても、新聞もですね、ネットメディアも、やはり提供したいと思っている側、影響を与えたいと思っている側は生活者なわけですよね。まあ一部の経営者向けにですね、情報を発しているですね、検討者とか、オーナーとかね、そういったメディアもありますけども、基本的にはどの新聞もテレビも 一般消費者、生活者なわけですよ。つまり国民に向けて情報を提供しています。となると、長金利よりも短期金利の方がですね、より我々の生活に密着、ダメージも大きいですよね。だからここから扱っていくと思いますね。で、変動金利で何が影響を与えられるかというと、まあ、住宅ローンを借りている家計であったりとかね、銀行から短期、えー、資金をね、借りているような中小企業にとっては、利払いがね、負担が増えていきますので、このあたりのダメージは大きくなるだろうなと思いますね。 で、メディアはね、その消費者、我々の方を向いていますので、おそらくですね、19日以降はですね、テレビやネットメディアを中心にしてですね、短期金利上昇によるですね、国民の悪影響はどうなのかということをですね、地球に発信するようになると思いますね。特に、街角インタビューですね。街角インタビューって、あの、心理操なさなんですよね。うん、これ、僕はあの、放送作家もね、20代の頃やっていたのでわかるんですけども、よくね、ワイドショーとか報道番組で、 あの街角インタビューしますよねで結局その街角インタビューでインタビューされるものは100人インタビューしたとしても一番ディレクターとかそのテレビの都合のいいところしか切り抜かないのでね例えばこんな禍であればね非常に苦しいですとかねえー、まだまだ住宅ローン残っているのにどうしようかとかね、えー、私は経営者ですけども利払いが今後増えていくとそれこそね え、賃上げどころじゃないですよ、みたいな。で、他にも違う話してる人いると思うんですよ。いや、いいんじゃないですかみたいなね。30年間デフレだったし、それ全部ドカットですから。全部カットして、その番組が誘導したい方向に世論のね、えー、という、誘導したい世論の方にインタビューを持っていくと。でおそらく街角のね不、不平不満を語る街頭インタビューもたくさん出てくるでしょうと思いますね。で、この時にこれらがどう材料化されてですね、 株価が動いていくのかというのをね、えー、しっかりと分析をしてですね、まあ、心づもりしておいた方がいいんじゃないかなと思っています。やはり短期金利はですね、上昇していくと思いますから、長期金利は別にしてですよ。その生活に対するダメージ特集みたいなことは絶対組まれますで。やはり一時的にですね、この辺りが悪材料化された場合は、株価はですね、下がってもおかしくはないかなと。で、最悪な場合はですね、まあ、最悪なシナリオですね、冒頭で話した、今から話すんですけども、 やはり大きな株価の急落ですよね。これが起こるそのトリガー順番をどうなるのかということをね、最後に皆さんに私の見解としてシェアしていきたいなとで。一時的なショックだったらまあいいでしょう。その後反発して上がっていく可能性が十分ありますからね。で日銀のマイナス金利解除はですね、えー、一個人としてはまあ何度も話している通り賛成なんですよ。ただ、投資家として抑えておくべきポイントはですね、やはり最悪のシナリオなんですよね。で、個人投資家は 最悪を想定して最善を尽くすと。これ何度もね、このチャンネルでも話していますよね。過度な楽観はやめましょうと。楽観音はしてもいいです僕も楽観論者ですね。まあ、日頃からポジティブ、かなりポジティブなんですけども、それでもね、最悪を想定しながらポジティブでいます。でね、えー、じゃあどういう順番がで最悪なシナリオって起こるのかなっていうのを僕なりに考えたんですけども、で、まずは一つ目ですね。私がイメージする最悪のシナリオはですね、 円高とスタ,グスタグフレーションですね。スタグフレーションというのは、つまりですね、物価高だけ,だけども消費が悪いってですね、そういった景気悪化のですね、最悪のパターンをスタグフレーションと言います。で、これがですね、起こるとダブルパンチということになるんじゃないかなと。円高とスタグフレーションですね、ダブルパンチですね。で、マイナス金利がですね、解除されることによってですね、まず銀行の金利が上がります。これ短期金利ですね、先ほど述べた通りですね。で、悲鳴を上げた中小企業がですね、 物価上昇をさらに押し上げて、さらにそこに加えてですね、賃上げをストップすると。まあ、こうなってくるとスタ、スタグフレーションの、ね、一歩手前になりますよね。物価を上げて、さらにその賃上げをしないわけですから、苦しい苦しいと言って。そうなると、結局ね、我々、サラリーマン、私は経営者ですけども、まあ、サラリーマンとしましょう。は、まあ、ですね、賃上げされないのかと。でも、ね、物価はどんどん上がっていくと。そうなってくると、物を買えないよと。 ちょっと買い控えようと。ビールもやめよう、みたいなね。えー、水にしよう、みたいな。<laughs> そういった悲しい展開になってくるわけですよ。そういった人が増えれば増える、増えるほどですね。これは物価上昇で消費低下。つまり、つまり、スタグレーション。まあ、景気悪化の方ですね。で、向かっていくことになりますね。で、急激なですね、物価上昇が起こって、さらなるインフレを招くということになりますね。インフレだけども、消費は悪い。これもスタグレーションの一つの 典型的なパターンですよねで加えて急激な物価上昇にですね、賃上げが追いつかずにですね、えー、消費がもう泥沼低飛行みたいな形で、ロマン飛行じゃないですけどね、米米クラブのですね、もう低飛行消費みたいな <laughs>、そういった形になっていくと。で、同時にですね、日銀がですね、利上げをする、まあそういった構えを見せたってことは、6月以降にですね、アメリカが利下げをするっていう構えを見せてますよね。つまり 反対なんですよね。反比例と言いますか。うん、つまり、日本がですね、利上げをしていくっていう中で、アメリカが利下げをしていくわけですから、こうなってくると何が起こるかというと、まあ、行き過ぎだね。まあ、円安が多少円高に触れる分にはいいんですけども、急激な円高になってしまうと、これはどうなるかというと、株に対するですね、非常な悪影響になると思いますね。なぜかというと、今、円安によってですね、一部、日本株が支えられているところが、 ありまますすのので、で僕は何度もこのチャンネルで話してますよね。日本株が急落するシグナルは円高だと。つまり同時にですね、スタグレーションと合わせて補調をですね、円高になる可能性もありますよね。このシナリオ通り進めばですよ。そうなってくると株価にとってはバッドシナリオという形で大きな急落が起こる可能性があります。まあ、この辺りのシナリオはですね、まあ、順番に起こっていくと思いますので、まあ、どこかでですね、気づけばそれなりの対策をね、 事前準備9割という形でできると思いますので、まあ一応ね、えー、このお流れだけはね、押さえておいた方がいいんじゃないかなということでご紹介しました。ただね、これ繰り返しになりますけども、僕はまあ今回、ゼロ金利和をまを3月にやろうが4月にやろうがやると思ってますので、やることそのものには、そのものにはですね、あまり反対はしていないです。やはり40年間やってきたわけですから、40年間同じことやるのはバカなのでね、うん、バカから脱却しようと思えば違うことをやるしかないんですよ。となるとインフレかなと。 思ってますインフレがダメだったらまたその次にですね今度は MMT ローンとかね違うことを試せばいいんじゃないかなと思いますから、まあ、今回はこれでいいんじゃないかなとあとは下がったところはね賢く買うとかあその時にうわそんな風になると思わなかったと思わないことが投資家としては非常に大事かなと思っていますので、まあ、皆さんは皆さんなりにですねぜひいろいろねシナリオを考えてまたねコメントでこんなあ僕は えー、ことが起こるんじゃないかと、とかね、私はこんな風に、えー、備えてますみたいなことがあればですね、教えてもらえたら嬉しいなと思っています。あとね、えー、ビコラナにですね、こういった最近は毎日 X でもね、私の考えとかポジショントークを投稿していますので、興味がある方はね、ぜひフォローしてもらえたら嬉しいなと思っております。ビコラナにその X のリンクが貼ってありますので、よろしくお願いします。ということで、今日は以上です。高速で。